今日もキッチンから撮ってるんですけれども、前回の続き、誰だっけ、テッドさんのインタビューでマリナさんに質問してる続きを訳しました。何回目？ 5 回目？ 4 回目？忘れた。それで、マリナさんが、そうですね、ポールシフトについて話していたところで止まってましたね。その後ちょっと私忙しくなっちゃって、練習してたり、ピアノの練習して忙しかったり、譜読みの動画出したんですけど、あとは、昨日はベルサイユ方面に行っていて、とても訳せなかったので、では続きをします。マリナ、アストロは私たちの惑星と相互に関係していて、同様にその逆もあります。すべての違った惑星、さらにはスターシステムの関係にそのエネルギーに影響を与えているのです。あなたとの関係では、それは私たちの意識の地図のようなものです。その幾何学的その形状、それがどのようにあるかに応じて、幾何学的な形状があります。エネルギー的な特性は直接影響を与えたり、反映したりするということができます。なぜなら私たちの歴史を作っているのは私たちだからです。それで、それはむしろ私たちの中で、種ってシードのことね、個人として何が起こっているのかを反映しているので、それとは別に、それは全ての時間が何年か、何ヶ月かのことということではありません。それはエネルギーのサイクルに関するものです。そして私たちの進化において、私たちは今とても大きな章を閉じようとしています。あなたは年齢を知っています。それで私たちは新しい時代に入っているとしましょう。進化のサイクルでは、私たちは多くのものを終わらせて、長い間存在を知っていて、もう必要ないと思っている多くのものを統合しています。新しい地球のより多くのエネルギーを新しい文明として統合することになります。テッド、あなたがチャネリングできるということは、あなたが先ほど言及していたことですね。マリナ、はい、私は意識的にチャネリングをすることができます。テッド、あなたが今チャネリングできるいくつかの存在、それがありますが、私にその感覚を教えてください。私たちを監視している、あなたを監視している、あるいはあなたをエスティーム、評価できる ET がいます。私たちが今話していることは、あなたができることを私がやったらできるということですね。マリナ、彼らはそれが必要だと思っていますが、あなたが言ったように、私たちの周りに誰がいるということを確認してみて、もし彼らが私たちに何かメッセージを持っていて、それが今うまくいかないなら試してみてください。テッド、このセクションはこの部分だけ削除しますが、OK ですか？ここでマリアさんが瞑想状態に入るっていうビデオに入るんですけど、マリナ、問題ありません、大丈夫です。そしてしばらくマリナさんがここで瞑想状態に入ります。その後、さて、私たちがシャンバラと呼ぶ場所から手を差し伸べている、私たちを観察している存在のグループがここにいます。テッド、それは何ですか？興味深い言葉です。惑星か何かの場所なんですか？マリナ、地球内部のことです。インナーアースからの都市です。テッド、本当ですか？彼らからのメッセージは確認できますか？マリナ、しばらく瞑想状態に入って、ここで動画がね、瞑想状態に入ります。彼らは実際にあなたが懸念して表明していたことに関するインフォメーションを提供したいと考えています。地球の現在の状況が好きだと、この惑星の磁場に磁気変動があり、それが、個人レベルと集団レベルで近くし経験するエネルギーをより強化していると言っています。彼らは、これは周波数の変化の一部として正常であり、実際には私たちの遺伝子に関係していると言っています。私たちの遺伝子の中に特定のコードがあり、それが私たちに何千年もの前に配置されています。それを与えられたことを示しています。私たちの進化においてエネルギーの存在がアクティベートされるために、私たちはそれらの情報コードをチャネリングし始めます。次の段階に向けたインフォメーションの極端なダウンロードを開始します。人類の進化、そして私はその写真を見てきました。
アトランティスが崩壊したとき、そして意識の変化を進めるために、私たちがどのようにいろいろなインフォメーションを活性化したかについて、現時点では自然そのものだけではなく、私たちの生態系と自然のすべてのエレメントをあらゆるレベルで知ることが非常に重要であると言っています。しかし、太陽系、そして私たちがその分野で認識している他のスターシステムにおいても同じことが言えるのです。今日はここまでです。テッドさんの質問で、まあ、最新のマリナさん情報なんですけどね、これは。何か、ズームしてて、テッドさんの部屋にピアノがあるから、もしかしたらこの方はミュージシャンなのかなって思ったりしますけど。それで、じゃあ続きはまた、後ほどっていうか。この間訳し始めた、ミーガンさんの、そう、ヨガの先生。なんだっけ、クンダリーニヨガのインストラクターみたいな、ミーガンさんの、訳し始めたけど、それもまたやりたいと思います。はい、それでは、昨日ちょっと疲れて帰ってきて、もう全然訳す気持ちになれなかったので、今日やりました。あとはね、まあまあ、今ここにまた、ドラゴンフルーツの、マンゴーとドラゴンフルーツのファンタっていうのが売られているので、それを買ってみたり、あと、チェリーの味のセブンアップ、これがとても美味しい。このちょっとドラゴンフルーツはどうか知らないけど、ファンタですね、こっちちょっと甘い感じがする。セブンアップはまあ、お酒好きな人だったら耐えられる甘さ、お酒の方が好きみたいな人には耐えられる甘さの炭酸飲料ですね。こっち子供向け、ドラゴンフルーツの方は。あとはだろう、屠殺所とか私とても耐えられないけど、そういう牛さんとか、今フランスでは馬を食べちゃいけないみたいになって売られなくなったんですよ、馬の肉が。でも牛とか豚とか鳥とかはいつも売られてるので、でこれはどうしてかというと、やっぱり人間は必要だから食べてるってことですね。でまあ、精神的な面で言うと、そういうふうに生まれてくるって最初から決められていて、人間が開発した家畜、人間が作ってるんですよ、そうやって家畜を。自然発生じゃなくて、だからもうこれは計画的にできているもので、それに OK して生まれてきた動物たち、すぐに亡くなってしまうということを OK して生まれてきた動物たちなので、だからいただくときには感謝して、筋肉が必要だからね、私たち。草食系の馬とかじゃないから、草だけ食べてればいいっていう動物じゃないので、はい、そこをちょっとね、誤解しないようにしないと、肉を食べる人は悪いっていうふうに言ってるビーガンの人いるけど、まあ、ビーガンはビーガンでいいと思うんですね。それはその人たちの精神性でやってる。納得して好きでやってるので。でも、ビーガンにはなれないっていう体質のものもいると思うので、私は肉を食べるようにしているのですが、そう、鶏肉の皮とかはとても皮膚にいいと言われているし、豚肉はビタミン B が豊富なので絶対欠かせないと言われてるし、あとは牛肉はやっぱりスポーツとか、そう、音楽とかやる人は筋肉使うから必要だっていうことが分かりました。あとはね、ペッツはね、これオーストリアの、だからこれはどこだろう、場所としてはオーストリアの、まあトラウンっていうところ、トラウンっていうところ。割と、そうね、地図言ったら、東側かな、オーストリアの東側かな、そう、のものなんですよ、これ。ペッツって、よく日本でも売られてるけど、どこの出身かってわからなかったけど、こっちに来て、オーストリア製だっていうことがわかりました。で、これはドイツ製ね。だからドイツの店で買ったんですよ、これ、二つとも。で、こっちは、セブンアップはどこの国のものか知らないけど、今どこにでもあるし、ファンタもどこの国のものか知らないけど、ありますね、どこにでも。で、私はファンタは小さい時から、ぶどう味、グレープ味が好きだったので、オレンジじゃなくて。だから、これはワイン好きにつながっている。だから、赤ワイン好きにつながるっていうか、そう。ファンタは、私は、オレンジよりも、
グレープが好きだったんですね。で、今では何でもありっていうか、ファンタにはいろいろなフルーツがあるので、ドラゴンフルーツにはちょっと驚いたんですけど、あとはスムージーではココナッツと、あとパイナップルと、あとバナナの入ったスムージーがお気に入りです。あとはジュースでは、普通のジュースでは、リンゴジュース、特にドイツ製のリンゴジュースが好きですね。あとは、まあ、炭酸水が気に入ってます。いろんな炭酸水ありますけど、そんな感じかな。あとは、料理では、今、ちょっと、ジュリーさんの続き、私はジュリー・アンドリューさんっていう料理研究家で、まあ、アナウンサーなんだけど、もともと、の、知り合いがいて、なんか、レシピとかも送ってくれるし、レシピとかも送ってくれるし、あとは、この本も、すごく分厚い本なんですけど、ちょっと、書いてもらったから、いろいろ、こう、ね、なんか、息子さんに、ジュリーさんの息子さんに、何か、ここに書いてあるけど、おもちゃ？っていうか、ぬいぐるみ？そう。なんだろう、カナールってなんだっけ？カナールってなんだっけ？カモとか、ダックとか、いう鳥？カナール、カナール。そう、フォアグラのカナールですよ。カモですね。のぬいぐるみとか、あげたから、書いてくれて。で、ジュリーさんの本はとても分厚くて、全部、私はとても、作ることはできないけど、すごく分厚い本なんですね。まあ、ありますよ、いっぱい、レシピが。と、そう。頑張って、ね、作りたいんですけど、この方は、女優さんじゃないけど、お母さんが女優さんっていうか、有名な映画俳優っていうか、なんだろう。名前忘れちゃった。ニコル・コッセルさんっていう、よくイザベラ・ジャーニーの母親とかで出てた人。そう。バンチューラさんの相手役とか、有名な映画俳優のバンチューラ。で、その人の娘さんですね。あとはね、偶然私は、コンサートで知り合った、あの人誰だっけ？カンヌ映画祭でよく出てた人。イレーヌ・ジャコブさんと知り合って、それで、その人のパーティーに行った時、なんか偶然有名人がいっぱい来てて、ほぼ、なんかフランス映画の映画界の有名人がいっぱい来てて、気がつかないんですよ。私服で来てるから、誰が誰が。でもこれ見たことある顔だなとか思って、後から考えてみると、分かったりする人もいっぱいいたりして、だからエディ・ミッシェルさんとか、あと、いっぱい、だからフランスの映画界の人たちいっぱいいて、でも私はイレーヌ・ジャコブさんに会いに行ってるわけだから、彼女と話する方に専念してるから、別にどうでもいいのね、別に有名人がいたって、それは。で、まあ、後から気がついてみたら、ミッション・インポッシブルの、だから映画に出てた人もいた、誰だっけ？レアさんっていう人。レア、なんだっけ？忘れちゃった名前。なんか、若い女性で。忘れた名前が。レアさんっていう人。だから、最近のミッションインポッシブルに出てた人なんだけど。あれ？名前が思い出せない。レアなんだっけ？そう。いたんですよ。だから、そういうの、こう、普通にいて、普通に暮らしていて、普通の人間なんですよ。普通に。別に、ああって、それだけのことで。音楽とかやってると、女優さんとかに知り合うことも、まあ、ありますね、普通に。だから、音楽家として行くわけで。で、女優は女優として行くわけで、別に、下手だりはないし。ただ、こう、一般人から見ると、なんか映画俳優とかすごいと思うけど、まあまあ、普通の人かな。ですね。はい。では、これ読みようと思います。また、この本とか、あと、日本食の
変なレシピとかも見せようと思うんだけど、この私は今ちょっと料理に凝っていて、料理にハマっていて、日本語のじゃないフランス語の本なんですけど、こちら世界の、これはなんか中国料理とかあるけど、まあまあ日本のページがあまりにも箸とかね横に置いてないっていうか、縦に置いてるとかさ、これ絶対これね日本人じゃない人がやってる、だからフランス全部箸が縦になってる、横じゃなくて、そう多分中国系の人とかベトナム系の人がやってる、これこんな日本料理見たことないみたいのがあるんですよ。そう箸の置くやり方おかしい。これはあれ、ちょっと待って、これなんか縛っちゃったりして、そうこの箸も縦にディスプレイしてる、これも縦にディスプレイしてる、絶対これ日本人やってないですよね。まあこれ見て作ることは私はないと思うけど、ただ偶然世界の料理っていうところにこれ入ってたから。あとはね、日本料理のところにやっぱり中華の材料とかがいっぱいある、絶対。でもこのビスコっていうのは日本のビスケットだからね、うん、日本料理店で買ってきたお菓子かなんかをただ映してるんだと思うけど、あと日本のお菓子っていうところでなんかゼリーとか、これ日本のものじゃないと思うね。あとこのなんかさ中華まんじゅうとかさ、絶対中華でしょこれ。あとフルーツサラダとかもフランス系っていうか、このアーモンドゼリーとかもさ、なんか東南アジア的な感じがするんですね。はい、っていう感じでディスってみました。はい、それではここで終わりにしようと思います。チャオチャオ。